どうぞ。今日鳥取市で行われた鳥取県の特産砂丘らっきょうの出荷式、 JA や生産者などが出席し、らっきょうの初出荷を祝いました。今年初出荷となった砂丘らっきょうですが、農作業開始直後から順調ではありませんでした。植え付け後すぐの去年9月には、台風の影響でらっきょうの芽が砂に埋もれる被害に遭い、生産者やボランティアが生育に支障をきたさないよう掘り出し作業に追われました。年明けの天候も寒波の到来が早かったものの、その後は安定した天候で推移、2月下旬ごろからの気温上昇で玉太りよく成長したといいます。こうした中、今日は58トンの砂丘らっきょうが関東や関西、中四国などに向けて出発しました。だいたい大玉傾向気味で、数量もそれなりにありまして、例年以上の収穫になるんじゃないかなと思って、私ども期待しているところでございます。今年は去年の 1.3 倍となる1550トンの出荷を見込み、9億6000万円の売り上げを目指しています。砂丘らっきょうは明日から県内のスーパーなどに並び、来月20日頃まで出荷作業が続く予定です。